ウズベクネフテガス本社ウズベクネフテガス、ウズベク語、オーズベクネフトガス MXK、ロシア語、ゼーゼーは、ウズベキスタン国内において、石油や天然ガスの採掘、抽出を行う、国営企業である。ウズベクネフチェガスと表記されることもある。ウズベクネフテガスは1992年に、設立された。1998年、ウズベクネフテガスは、 国営企業となった。ウズベクネフテガスは、国内の石油、天然ガスのほぼすべての採掘事業を担当している。ウズベクネフテガスは、韓国石油公社や中国石油天然技集団、ルクオイルやペトロナスと提携を行い、アラル海周辺地域をはじめとする国内の様々な場所において、石油、天然ガス採掘事業を展開している。2008年2月、ウズベクネフテガスと、 韓国ガス公社は共同で、ジョイントベンチャー企業ズイコールコールガスケミカルを設立し、約1330億立方メートルの天然ガスを含むとされる油田、ガス田を開発することで合意、ウズテュルトガス化学複合施設を設立した。この施設では、年間10万トンの石油を採掘し、年間40億立方メートルのガス、年間約50万トンのプラスチックが生み出される。 予定である。別の韓国企業である韓国石油公社とウズベクネフテガスは、ウズベキスタン東部のナマンガンテルガ地区間とチュストパプ区間における共同石油採掘で合意した。2008年8月、ウズベクネフテガスは、ペトロベトナムと共同事業を行うことで合意した。ウズベクネフテガスは、ルクオイルと提携し、ウズベキスタンの天然ガス田を開発する。 カンディムハウサクシャディクングラドプロジェクトを共同で行うことで合意した。ウズベクネフテガスは中国石油天然技集団と共に中央アジアイコール中国ガスパイプラインのウズベキスタン側のパイプライン造成事業を行いパイプラインを保有することで合意した。ウズベクネフテガスと中国石油天然技集団はさらにミングブラク油田の開発を行う合弁企業を設立した。 ウズベクネフテガスは、サソール、ペトロナスと共に、ウズベキスタン GTL プロジェクトを共同で行う、ことを発表した。ありがとうございます。